ばんは。こんばんは。こんばんは。お早いですか？明日ね、朝早いんかなと思って。どうなんやろ。じゃかみついた。こんばんは。ワンピースになった本当？こんばんは。そのワンピースよ。納得いく。またご飯食べとらん。配信終わったら食べる。明日はかぼちゃの馬車で。そう。かぼちゃの馬車のちょっとだいぶ早いバージョンで移動かな。ぷくって顔しとる。まだ6時ない。そうね、でももうちょっとで7時よね。眠眠、うん、眠眠いじゃない。今ね、ここにね、噛んだんだよ。で、噛んだけね、あのね、口内炎ができてね、痛い。そう。噛んだら口内炎できるよね。誕生日だから言って、おめでとう。一年にしてね。こっちからこんばんは、こんばんは。え、痛い。そう、うん、喋るとちょっと痛い。ちょっとやけ大丈夫やけど。こないできとる？こないできるよね。けんちょっとでも噛んでできるのってお野菜とかビタミン C 不足とかではないのかね。わからんけど、でもなんか今日はお野菜を食べました。ここに入れちゃう、口内炎できる人。こっちじゃなくてこっちにできる。そう、今唇の裏だよ。痛い痛い。こんばんは。リンゴ食べてる。いいじゃん、果物いいよね。お疲れ様です。レモン食べ、痛い。ピリッてしちゃう。今レモンは多分強敵だね。私の口内炎には強敵だと思う。喋るだけでも痛いのに。ヨーグルトって効くん？かわいいね、ありがとう。どうしようかな、角度。来ない？そう、来ない。そうだ、今日はモーカさんの取得にちょっと付き合ってほしいのです。
急遽。そう。明日のね。こんばんは。明日のね、あのアイオンシンデレラさんの動画をもう一本撮るんですけど、今から今っていうか配信終わったら撮るんですけど、もかさんはほうきしか作れませんまだ。なのでほうきの次になんかでなんかのものを作ろうと思って持ってきました。ケイタ、そのほうきの次で簡単なのは何やろうと思って、はしごよく聞くよね。なんかあやとりあんましないんですよ。その昔してた。でもさ、農家の特技ってさ、走りながらあやとりをすることやけん、いろいろ増やしていかなきゃいけないんですよ。走りながらフラフープをしながら、東京タワー、橋と東京タワーどっちが簡単やろ。簡単なのにしたいな。仕事な、お疲れ。じゃあなまた後ありがとう。あとでできるんですが、やだ、ほうきしかできない。あやとりね、私ほんと昔ならなんかもうちょっと作ってた気がするんだけどね、なかなか。ハサミチョッキン、何しよう、はしごにしようかな。にん、はしご簡単すぎ、本当に。あやとり、そう、あやとりその得意な、全然。主にねフラフープが得意なんですよ。けんフラフープに組み合わせてできたのがあの得意なので、ティティティ。なんか iPad ちゃんを持ってきました。どうしよう、タワーって難しい。その流れ星のさあやとりめっちゃ難しそうだったから無理だってなっちゃったんだよね。そう、ちょっと待って今調べる。これでWi-Fi つながっとるね、うん、タワー、あ、ちょっと待って、どうやって、どこまで、あんまり使い方をね、ずっと使ってるくせに iPad 遅いんですよね、私。タワーしたいな。タワーとほうきの違いがからマジか。マジそうなん、ちょっと見てみるわ。ちょっと待って、タワー、タワー、あーと、でも違いわかるよこれ、全然。だってこれよ、タワーって。これははしご、どっちにしようかな。ラボ見ました、ありがとう。流れ星は難しい。そう、めっちゃむずいじゃんそれな。めっちゃむずいですよね。むずいよね。でもあれは、じゃあはしごは簡単な。じゅん、なんかはしごもさ、あのさ、あのはしごとなんじゃっけ、タワー、あんま見た目がよく、なんか縦か横かみたいに見えるんですけど、思った時には。
お墓的には縦か横の違いにしか見えないんですけど。タワー頑張ってみるか。似とるよね。なんか大体構図は一緒そう。やっぱこのタワーとかできるようになったらかっこいいやんな。なんかできとる風に見えとるよな。作り方、作り方。あと今日お菓子も見せたいの。じゃあファイト頑張る。カワンタンあやとり東京タワーっていう人の見てみる動画。あ、これ画像？サイトにアクセスしたら見れる？音消してこうやってここに置いて、そして私はどれぐらい器用なんでしょうか。自分でもあんまり分かってません。はい、これはね、えい、うんうん、ああ外した、当たる、当たるんこれ、できとるかわからん。待って この動作があんま分かってない こっからこんばんは皆さん、待ってどこにかけとるか分からん。どこにかけたの？ん？私今タワーに挑戦中です。東京タワー作ってます。でも分かんない ああここまではそうやったのよ。できてるの。で、どの線にやったんかわからんのよね。わからへん。無理やん。ほうきでやっとできるレベルないけど、やばい。どこにやったん？うん、そもそもかかっとるとこがちゃう。やり直すぜ。手が違う。二段橋もあるよ動画で。もうこれがどうしても無理やったら二段橋しますわからん、無理すぐ諦める人の言葉だよ。分からん、無理。私は固まって使えんだったし、そう、わからんよね。みんなもさ、女の子とかの方がさ昔やっとったりするんかね。やっぱ男の子よりは。いくぞ
配信のためにお目かけ。そうだよ、さっきメイクしたよ。ちょっと待って、ここから中指でこうやってやるでしょ。そしたらまた中指でこうやってやるでしょ。でなぜか親指抜くでしょ。あれかな。いやちゃう、わからん、音がない。いやわからんわからん赤ちゃん指外す言うけどわからん。からさ、どれをこうどうしたらいいのかがわかんないんだよね、動画じゃ音でも出せないんだよな。 Wi-Fi が弱いぞ、頑張れ Wi-Fi、 助けてくれー分からん。つかない。母は多分分からんよ。まだそれな、台形じゃんみたいな何できとんこれって感じの。まだここまだできとるんよ、こっからなんよね。あ、でもやっぱこうかも。え？これ違う？ちょっと待ってね、これでやってみよう。もな、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 小指どうやって外したん？こうか。あ、できとるかも。ちょっと待って、これでこれできとるんか？え、何それ、え、分からんなんでスローモーションにしたい、速い速度 0.5 OK、 これでスローモーションで動いとうよ。なんか違う気もするかまあ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 、まあ、やってみよう。取るんかねこれ。なんかえ、あっとる
これを動画でさやるってなったら絶対無理だ。動画見ながらだからできる。で、できないけど多分動画見ても。何したの？なんかできてるよ。なんか短かったかもっていうかプラスで、どうしたん？ほいで中指を。こうなった。歌はなんか惜しい線まで行ってた気がするんだけどな。上手。絶対嘘だ、できてないもん。こうなったら見て、私が作った東京タワーはこうなりました。え、そう、途中は良かったんよ。でもどこかで間違えましたね。あ、なんか形は似てて、なんかもう、よし、はしごにしや。無理だということを理解したりせん。もうかはしごに二段はしごにしましょう。どこかにそんな橋あったある？じゃあその橋ってことにしとくね。だって頑張ったもん。難しい。ちょっと待ってよ、あやとり。あー、重いこのバイパッド。あやとり二段、二段はしご。そこで私できないと今日何も動画撮れないっていう汗汗ってことになってしまうので、この簡単なやつを頑張ります。まあそうなんでね、できませんでもいいんだけどね。違うかった、中指やった。簡単なのですらわからない、無理だ。やばいやばい、私本当に不器用代表みたいな感じのことしてる今。ここまで行ったんよ。で、おう、え、わからんのった。ここから
どうやったん？これ通すの？わかんない。こっから何をしたんかがわからん今。こうか、こうやな。うんうん、こうや、こうこうこう。ちょっと短いな。なんか外れたやり方が。ペイット。なんかもうね、難しいんだね。仕事終わったのあっちゅう。これがちょっと短かってやりにくいので長くします。楽でない。ただただごねるちゃダメ。ただごねてなんとかしていい。そんな世間は甘くねー。どうもいらっしゃいませ。今日多いね。あといい人なの。そう、この後動画撮りたくて。明日の愛用シンデレラさんの受験ね、頑張ってます。イエーイ。はしご2段はしごに挑戦中。あ、4段はしごになった動画が。ダメダメ、4段は分からん。ついで、こうしてここまではこうだった。そこからどうだったっけ。こうだったかな。どうだったっけ。ここから忘れちゃった。明日朝早いから。今日帰りきた。ごめんなさい。全然可愛くなくてごめん。ふいに来た。鼻がくしょばくなったくしゅん。へっって言っちゃうのよ最初に。へっきゅんって。一番奥の紐親指。あ、ほんとや。でこれをかぶせてここまでできたのよ。Good bless you. イエイイエイ。この最後がわからないのよ。もうかさっきから寝て、こう中入れてさ、ここまで多分できとるんだけど最後がわからん。最後は三角に指を出すの回せない。難しい。なんでこんな簡単なのできないんだ自分は。無理だ。やばい、このままじゃもう
でさ、ここからここまではね分かったんですよ。もう無理だでいいかな。川。なの。あと一息なんだよ。これね、こういうのはわかるからさ。こうしてさ。こうしてさ。ピッ。でして。こうじゃん。で、これどう回すん？いや、こっからどう回したらああなるん？マジで。もう無理ってば。私勉強してるとこんな感じです。両手中指を三角の穴に通しながら、こういう両手小指の紐を外し、通しながら小指の紐を外し、外し、なんやねん。できたのがこちら。ある意味橋やん。本当？別の人の二段はしごも見てみよう。何か変わるかもしれない。細かいなって感じやけど、めっちゃわかりやすいやつ見とったのにさ、一段はしごってあるよ。テレテテテレ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 、ここまではできるのよ。なんで最後の最後できないのってレベルで、ここまでできるんよ。もうはて。あ、無理やん。めっちゃ頑張ったのに今。めっちゃ声も出さず集中して見てたのに。
もう一回やってみよう。えい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 。無理よ、もう無理よ。もう何も取れない。もう無理だ。もうなんかできない動画しか作れない気がしてきた。ピニョン、これいくでしょ、これいくでしょ、ピッてするでしょ、ね、剣一番下の上をクッてするじゃん。そしたらこのここでをピッてやるやん。ただ親指のピッてするじゃん。ここからよ。ここからこの穴に人差し指を入れて、ここからさどうするん。最後の最後が分かんないんだけど、ほんまに。結果的にはどの手とどの手でパーってするんやっけ。ん？親指と中指？なんか塗っちゃった。親指と中指でできます。結果もういいや。無理よ。なんかのさ、メガネみたい。こういうのあるよね。アニメの仮面みたい。無理。目線回ってなかった。ウルトラマンみたい。まあなんとか動画作り上げます。あそこまでは習得したので。やめよう。動画は今日中に上がります。この40分であやとりは無理ってことが分かったんだけど、え、でも逆にさこの40分もかかって、この簡単なやつすらできてない私はあれじゃないですか。本当の不器用ってことが
この配信で証明されただけの配信おもろい悲しい。でもあれおか見せたいお菓子もあるからやめたのよ。そう、見せたいお菓子があったけやめたの。見せたいお菓子がある。ああ、見ついてる。今日気になったのはこちらの、あ、やばい、値段見える。今日私が気になったのはこちら、ベビースターうどん。とてつもなく気になりました。ベビースターうどん、もんじゃ焼きせんべい、あとはまあいつも買ってるやった麺と、もうなんか全部似たようなの買っちゃったな。サッカースクラッチはやりたかっただけで。そう、私よくお母さんと駄菓子屋さん行ったら、帰りに寄ったんですけど、今日テストの、いつも消しゴムくじを勝負するっていうのがなんか私たちの中であって、私今日6番だった。すごくない？なのでどでかいいちごちゃんでした。でもママは35番の、一緒にね、なんか運をね勝負するんですよ。運試しを勝負して、どっちが今日運あるかみたいな消しゴムです。これ消しゴムは別に使えるのでね、これを使ってますよく。あ、そう、くじ引きを駄菓子屋にある運試しをするっていう、私たち。そう、これ気になるよね。食べよう。一等なんだっけな、6番なんやろうな。うどんなんかな、匂い。あ、うどんだ。あのさ、うどんだ、カップうどん、カップラーメン、カップうどんっていうの、あれ、カップうどんのあの当てた時の匂いがした絶対美味しそうなんだけど。いただきます。一個じゃ分からん。どん兵衛ですめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。どん兵衛、もうそのままどん兵衛味がね、の、でもなんて言ったらいい、うどんのパリパリバージョンだから。味はちょっと似てるけど、全然なんか食感とか全然違う。めっちゃうどん。でもこのカツオ風味がその味なんだと思う。カツオ風味、カツオ風味の味。
どん兵衛を直に食べてもちょっと違うかな、多分全然違う。それはめっちゃ美味しい、ハマりファー。そう、柔らかくないから美味しい。柔らかくても美味しいけど、めっちゃ美味しい、おすすめ。うん、サラダに入れてもいいんだって。めちゃくちゃ美味しい、ハマユ。続きまして、もんじゃ焼きせんべい。これはね、気になってたのよ。せんべいになったらどんな味で食べるんやろう。お、たこ焼きみたいな形なんかね、惹かれるパッケージ、ソース味。でもなんかね、あんまりちゃんとした本家のもんじゃ焼きの味を知らないからあれなんですけど、いただきます。おいしい。やばい、めっちゃこの辺がしみる、これ。めっちゃおいしい。濃い味。この辺が痛いのでこっちの歯で噛みます。ソースの酸味が強め。甘いな。めっちゃサクサク。これ10円だったよ、10何円とか。おいしい。今日はね、もうおなじみのやったー麺はめっちゃ美味しいです。大好き。あとサッカースクラッチやってみよう。駄菓子屋好きな人ワクワクしない？駄菓子屋って。なんかだから、あの岡山の駄菓子屋行きたいんだよね、どうしても。パパに連れてってもらおう。開け方が分かっていないもんかは。ズデンってやっていいんかな。あ、ラムネ後で食べます。岡山のね、駄菓子屋さん、じゃん。岡山にね、日本なんて日本一大きい駄菓子屋さんがあるんよ。めっちゃそう、駄菓子屋売っとるとこがあってね、ん、何やったっけ、名前忘れちゃった。でもめっちゃ面白そうだった。日本 VS 何しようかな。これでね、何円あたりか変わるんですよ。ブラジル、スペイン、イタリア、ガレージみたいなとこ。そう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 。お、スペインや、スペインやけん50円あたりやね。日本一の駄菓子屋。あ、ありがとう。スペインなので引き分けやったらもう一個負け。じゃあまず日本、お話しかできるかな。ぜひぜひ待ってます。日本の得点はですね、じゃーん、2です。どう思う？これはあの実際のやつ、このゲームのやつのあれなんですけど、2点です。3のうち悲しいこと言わんで
やん、三の内やん。ねえ、予言されたよ。ピエー。負けたい。あのこれはね、駄菓子の世界なのでね、多分勝つこともあるんだと思うよ。よく頑張った日本ね、よく頑張った日本。惜しいね。やった、麺も開けよう。これも当たりあって、この間ね、ああ当たりだったのよ。来月お話しか行けなくなった分、行ける分もあったか、買い出して、おー、ありがとう、待ちよるね。意外と現実的。意外とドゥルンドゥルン、チラッ、今日ついてない、はずれ、はずれでした。今日似たようなお菓子買っちゃったな。とっても美味しいよこれ。こんなに噛んだ今。来月海外出張行かないと言ったから全力でこれはね、してできた、行かないでね。当たりだともう一個もらえるし、当たりだとなんか10円当たる。ベビースターラーメン喉に来た。ベビースターラーメンじゃない、これはベビースターラーメンはこっちや。ベビースターうどんはこっち、こっちはやった麺。形にとるけど全然味ちゃう、美味しい。アメリカ出張は断りました。ナイス。みんな海外出張言われるの、なんか絶対嫌だよ。会話しちゃダメなの、会えなくなるじゃん。にゃん、トシさんありがとう。猫だ、かわいい。トシさん毎日僕に会いたすぎる。500日目、かくたまりまちさんもありがとう。500日、490何歩からさ、もうあっという間や。ありがとう、500日早いね。一周年とか言っとったらもう500日。早すぎる。早いのね、もうこんなに。目指せ1000日だね。でももうすぐ来そうだけどな。ありがとう、書いていくよ。はい、海外出張分かってくれてよかったよ。みんな汗汗する。私が、く
熊が猫かぶっとる。ハロウィンのやつなんだね。地方出張って北海道とかめっちゃ遠かった。遠くなかったらいいよいいよってモーカが決めれることじゃないのにね。出張って断れるものなの？その海外とかじゃなくてもさ、とか地方とか。むしろ広島に帰る。ねえ、知ってる。あ、基本断れないのか。海外は断れる。国内なら断る。あ、そうよね。みんな断るよね、普通に。その、なんか理由があったらさ、行くってなると思うけど。時期は決める。あ、そうなんだ。私冬にどうしよう、東北とか言われたら。私仙台に出張したいな将来牛タン食べたいだっけ。もちゃん NG のお仕事。 NG のお仕事わかんないな。私はまだ半分ぐらいだ。まだ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 いっぱい思い出作ろうな。リアル話し会とクルーズの日じゃなければ行ってもいいけど。いや、その2つは来て絶対来て。去年仙台参加した人。ええー、おいいね。兵庫でしか分かりました。広島行こうってなる。ああ、そうね。うち広島に近かったらそういうよりみんなとさ会えるじゃん。やけん、じゃあみんなの出張先は瀬戸内やったらいいんや。え、なに？なんか骸骨の骸骨さんがめっちゃなんかあーあーってしとった。沖縄は、で沖縄も会えんくない？行きたいけど。お高い牛タン食べたい。もうない話しかネットが使えない。そうだね、もうない話しか。でもリアルにあれ会えなくなっちゃうよ。みんな遠く行っちゃったら行かないで国内出張遠いとこ行かないで日本市長好き。オンラインはそうね、残してほしい。半々とかならいいの。仙台公園ついていこうか牛タン食べたいね。そう、私今日牛タンでね、今年のねサンタさんがね、あ、これ顔猫になっちゃった。なんか
あ、そうか、仙台公園の日クルーズだ。かぶっとんかい。じゃ両方行くわ。クルーズ行ってから仙台ふっピャーンってクルーズの方があったやって夕方の人やって、私あのアイドル方にビョーンってあの飛んでいくね。じゃあいる前の人、じゃあ午後行くね。私じゃあ、 あの袖からチラって顔出しとる役にする。踊れんから。間に合うかな、それな。間に合う気がする。クルーズで行けば確かにね。みんなでさ突撃って、じゃあ私あの自分家のヘリコプター呼ぶわ。実はもも立線圏にはねヘリコプターあるんよ。ないよ。いつものっつったらさ、いつもの持ってきてブワーンって飛んでくる。プライベートジェットはマジですか。そう、私牛タンといえば今日親と話した内容があんの。あのね、あのね、あのね、サンタさんあるじゃないですか。12月にサンタさん来るじゃん。なんか今年のサンタさん何しようかなっていう私のあれで、サンタさん何しようって横で話してたんですよ、お母さんの横で。うん、何しよっかなって思ったらなんかないよって言われて、だってもう成人じゃんって言われて、でもその成人ってさ、もう国の方が決めたさ、最近決めただけでさ最近決めただけで本来ならばさ20歳やんっていう話をして抗議したんですよ。無限、私が願ってるのは牛タンの、なんか冷凍の牛タンのあのいいやつが頭の上にあることをあの祈ってるんですけど、私のサンタさんへのお願いは牛タンくださいって。いい仙台牛タンみたいなやつをくださいって。そう。でもそれが無理って言われたら誕生日プレゼントそれねっていう。しびれんでごめん、大丈夫よ。サンタがプレゼントくれる高校生までか。でも私まだ高校生だよ。最後じゃない？最後じゃん。私は高校生までと思っているのに。じゃあ誕生日プレゼントは牛タン。あ、誕生日プレゼント今ダメ、嫌なこと、嫌なことじゃない、悪い頭が働いたね今私の頭に。私ね、
何がいいかな。なんかじゃあパパからパパからカツオのたたきとかの冷凍頼もうかな。娘の二十歳のクリスマスに車切り置いとく私ってかっこいい。めっちゃかっこいい。何それ。めっちゃかっこいい。二十歳のクリスマスに車の木が起きたらあるってやばくない？公開をね。それな、私声のトーン上がるときね、悪巧みしてるって。そう、うちね親にねお願いするときね、ももちゃんはーってよく言うんですよ。ももは今これしてほしいなーってママに言うんですよ。ママちゃんここ連れてってーって言うんですよ。もうか悪いやつや。だからよく可愛い子ぶっちゅうって言われるんですよ。ねだる時だけ可愛い子ぶってるって。へへ。最近の娘の誕生日は電気あげて。でもすごいよ。お誕生日プレゼントをあげてる時点ですごいよ。ママちゃんに通じない。そう、通じない。だから分からん。ママちゃん意外と通じてるよ多分。ママ通じてるよ多分ね。分かって通じてるのよ。私がわざとそうやって可愛く言ってるっていうのを分かった上で引っかかってるの。その強烈なお願いはしないですよ。ここ連れてってって。兄さんにおめでとう言えてない。投稿ね見ていいねしたんですけど、あったら言おうと思います。爪が可愛くて知らない。やったー。はい、トシさん猫タワーありがとう。500日千日記念も大川のこと好きでいてね、いつもありがとう。すごい音楽聞こえる外から。誰か歩きながら流してるのかな。ありがとう。クマはどこ行った。これクマのつもりなのよ。ほらクマじゃん。クマです。これはクマです。これはすごくすごくクマです。どうクマでしょ。これも雲です。あ、雲じゃない、クマです。これは猫です。クマじゃない、クマだよ。僕はクマってた、クマだよ。だって耳ないから難しかった。ありがとうね、500日。猫が猫ってちゃうよ。ありがとう。
Thank you。 上のスミックグレスの猫、猫かぶってるみたいでしょ、可愛かったでしょ。そうだ、話し会も待ってるね。隣さんからその赤ちゃんのお家のじゃなくなってると、かわいい。日曜話し会そうだよ、話し会待てるね。11月20まだあるよ。そう、ハロウィンね、凝ってるのでね、楽しみにしとってね。11月もね、凝ってる、考えてるので今。なるだけね。待ってるよ。来てほしいな。キュルン。他の話し会まだまだ空いてるよ。キュルン。なんか止まる？ごめん。動画ついてすごい話しかなってるよ。キュルンキュルンとか止まった。恥ずかしい。配信予定できるけど。そう。楽しいよ。楽しいよ。キュルンは効果出た。キュルンキュルン。さっきの隠さしないで。負けそう。負けちゃう。マジで楽しい、そんな楽しいもん。楽しいよ、楽しいよ。どうかな、ぜひぜひ。楽しそう。楽しいもん。こんばんは、こんばんは。ハロウィンはそう、結構もう完成してるぐらいかな。うん、完成してます。クルージングの日絵ばかりやりそうだから、もちゃん参加してくれたら参加できる。会議？動画の拡散はまあいいけど。まあいいけど。いいよ、今日買ったの。買ったよ。こんばんは。かぼちゃハロウィンね、近づいてきてて嬉しい。めっちゃもちゃんが仕切る感じ。それではプレゼンを行ってください。今日誕生日おめでとう。いい1年にしてね。そんな楽しいならお試しにしてみようかな。お試しもぜひぜひ、初めてだよって方も
大歓迎です。おちゃんありがとう。いいね、おめでとう。ケンシーじゃない。3部完売してしまった。4部完売した。そう、11月2日は4と6、6が特におすすめです。6時間お話しからいっぱい話そう。うん、話そうね、待ちおるよ。2枚しかないのかよ。青ね、結構最近はね、あれ何だったっけ。最近はあ、そう、初めて来てくれる方も増えてるので、ぜひお気軽に。いっぱいね、話に来てくださってる方はもういつも通りもういっぱい話しましょう。仲良く仲良く。そう、ててて、どうもいらっしゃいまし。いっちゃ10分になったら読もうかな。初めての話し方欲しい、楽しみ。今度はキュンキュン、どうしようかな。シンデレラの感想、あ、待ってる。毎回こだわってお話し会違う感じで楽しい、楽しみだ。よかったよかった。ここはもちろんしです。お疲れ様です。あっちゅう、この後ね動画撮るよ、あのあやとりの。来月お話し会いっぱい楽しみだ。おお、いっぱい待っとるね、ありがとう。寂しいけど来月待ちおるね。うん、連載再開しとるよ。クリスマスしか撮れてないからかもしれない。ありがとう。11月20もぜひぜひおすすめなので。明日いい席だと思っちゃう。お、ぜひぜひ。今回のお話かもちゃんしか撮ってなかった。あら。それは嬉しいことだ。動画どうなってるか。こんばんは、こんばんは。お疲れ様です、お疲れ様です。土曜日と日曜日も広島ブラブラしながらお話しようかな。うん、待ってる。みちゃんしか、本当か。こんばんは。こんばんは。もちゃん夕飯まだ食べてない。私はもちゃんしか、ごめんなさい、嘘つきました。もちゃんしかでしょ。夕飯はまだ食べてないんだけど、今日は麻婆豆腐と鍋で迷ったんですよ。で、お刺身もいいなって思ったんですけど、そう、もうひか、ありがとう。お刺身もいいなって思ったんですけど、明日東京やから一応やめとこうっていうことで、最近ね胃とかもね悪いのだから、だから鍋にした。ね、そう、麻婆豆腐にしようって決めたんだよね。そう、
麻婆豆腐にしようって決めて、それで つみれを見つけたの、スーパーで美味しそうなつみれ見つけて、あ、鍋にしようってことで今日は鍋になったんだけど、でも結局粉が痛かったからそう鍋でよかったかもしれん。そう、つみれ美味しい。そう、最近麻婆豆腐推してるんですよ。前から結構麻婆豆腐推してるんですけど、で私店で食べると辛すぎてね多分食べれんから、麻婆豆腐とかはね家で食べます。今日は鍋です。美味しそうなつみれと鶏肉と何だったっけ、あ、豆腐ですね、入ってるのは。なんかきちゃさん美味しそう。あれ、そうね、お野菜入ってない。お野菜入ってない。高知のやつ、なんかね、あのなんて言って、お出汁の中に入れるやつみたいなやつやから、なんかあれしないのよ、なんて言うんだろうね、あれ、その中の汁にも味がついてるから、ちょっとなんかスープみたいな。なんかね、うちんくの鍋って、で食べて、その後お汁とちょっとおかず残してご飯入れて、なんかあのお雑煮みたいに、お雑煮じゃない、おかゆ、おかゆでもないんですけど、全然味はなんて言うんだろうな、それってさ、なんて言うんだろうね、お出汁の味と、そのなんて言うんだろうね、おじや、おじや雑炊なんかな、うちんくって鍋じゃなくて。あれはなんというかわかんないんですけど、めっちゃ美味しいよ雑炊か、とてつもなく美味しいです、うちんくの。最近あれなので、お米さ最後に入れる、締めの雑炊、そう、それまでは入れん。では読むよ、動画撮って食べて。お待ちもいとおざに、お雑煮食べたい、もう食べたくなっちゃった今ので。ね、あったかいのがいい季節になってきて嬉しいね。寒いのは嫌やけどご飯は美味しい。じゃあ読みます。まごろしさん、リフトありがとう、エイトさんありがとう、徳島のひーくんさんありがとう、ももかろう侍さんありがとう、クッキンさんありがとう、ひだよしさんありがとう、ピアノピさんありがとう、ひやさんありがとう、13位のきびだんごひこにいさんありがとう、12位のこうすけさんありがとう、11位のふみやとまくふふさんありがとう、チーののりさんとマックリモイパスタさんありがとう、チーのタロイモさんありがとう、あ、変わった、チーチーのコウスケさんありがとう、チーののりさんとマックリモイパスタさんありがとう、チーのタロイモさんありがとう、ハチーのデーマ監督さんありがとう、おもちゃもキュルにやられた。待ってるね。7位のふくちゃんありがとう、明日のフェスでもちゃんやるのが楽しみです、楽しみにしてるね、ありがとう、6位のマピアノのピスありがとう、この後の投稿頑張ってね、楽しみにしてるね、頑張ってくるよん、こういうのゼータンさんありがとう、週末の公演昼夜多数お話が楽しみ、たっぷりだね、待ってます、ありがとう、よいのテイスティンさんありがとう、あやとりももが可愛すぎてずっと見てる。できんかったけどね。3位のミンさんありがとう、今日は本当に疲れたから顔見れてよかった、痩せた、それはよかった、またお話し会も楽しみ待ちうるけね、2位のポクレンパサランさんありがとう、昨日トシさんありがとう、今日も楽しい土日が楽しみすぎて夜しか眠れない、500日目、めっちゃ会えるの楽しみにしとるよ、お話とね、応援待ってます、ありがとうございました、今日はいっぱい長配信ありがとうね、
バイバーイありがとうございました。悪かと思ったけど少し見た、それはよかった、ありがとう、またね、バイバーイ。